ダスキンが運営するミスタードーナツは今日、今までに食べたことのないドーナツをテーマに開発した新商品を発表しました。一番の特徴はその食感だということです。外はさっくりしていて、中はケーキのようにしっとりしています。新しく開発した3種類のチーズを使った生地を使うことで、外はさっくり、中はしっとりを実現したとしています。味はオリジナルやブルーベリーなど4種類で、価格は通常のドーナツより高い、テイクアウトで226円から270円、期間限定で12日から発売します。